っくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は白石じゃない飲食店を紹介します。白石の紹介はお休みなんだぜ。おつまみセットが食べたーい。なぜか50円安かったんだぜ。こうなったら、あの店に行くしかないのよ。ついていくんだぜー。ゆっくり地元じゃない飲食店紹介。本日紹介するのは、麺屋おーらです。ラーメン屋なんだぜ。2013年12月1日にオープンだぜ。駐車場は店前に2台、並びの駐車場に1台です。歩いてきたから問題ないんだぜ。玄関の靴入れです。土足厳禁なんだぜ。黙って靴を脱ぐんだぜ。店内はこんな感じです。掘りごたつではない4人テーブル席が、6個あります。カウンターもありますが、利用できなさそうです。おデブノープ主にはお腹が支えて大変だぜ。セルフお水です。ポットからセルフで注ぐんだぜ。やっぱり、顔拭きはできないんだぜ。テーブルの調味料です。七味と胡椒のみだぜ。油そばを注文すれば、ストカが運ばれるかもだぜ。お店の特集記事です。来店客の7割が油そばを注文しているんだぜ。グラブ。メニューです。定番つけ麺、850円。魚介動物系スープ。濃厚かつあっさりで、コラーゲンたっぷりです。だぜ。一押し油そば、750円。汁なしのあえそばです。変化を楽しみながらどうぞ。スープ付き。だぜ。限定ラーメン、750円。醤油、塩。国産小麦100の麺に、動物魚介の醤油、生姜風味の塩。だぜ。あっさり中華そば、750円。醤油、塩。お子様ラーメン、300円。昔ながらのラーメン、懐かしの味をどうぞ。だぜ。ライス、150円。チャーシュー丼、300円。おつまみセット、300円。トッピングも、海苔、卵黄、味玉、メンマ、チャーシュー、全部乗せ、50円から300円。麺、中盛り、50円。大盛り、100円。飲み物もアルコール、ジュースがあります。気まぐれ限定メニュー煮干しラーメン、850円。気まぐれなんだぜ。油そばの召し上がり方。1、まずはそのままで。タレがそこに沈んでますので、具と一緒によくかき混ぜてお召し上がりください。2、味の変化を楽しむ。ストラー油を1周ずつかけて、お召し上がりください。味が薄く感じましたら醤油ダレで調整してください。2、スープをかけて。麺屋おーらでは、油そばをご注文いただくとスープもご提供させていただいております。ラーメン風にして一品2味。以上がお召し上がり方の基本例です。酢、ラー油、タレの分量。タイミングはもちろんお好みで、スープはそのままでもお召し上がりいただけます。卵黄トッピングもおすすめ、独自の変化をお楽しみください。食べ方次第では無限の味覚が待ってます。待ち遠しいんだぜ。注文して3分後に、おつまみセット、300円、ハイボール、400円、が運ばれました。さらに、注文して8分後に、限定ラーメン醤油、750円、が運ばれました。それでは、いただきます。むしゃむしゃ、ごくごく。ごちそうさまです。おい、あんだけ前振りしておいて、油そばじゃないのかだぜ。いやー、お昼からハイボール飲みたくなったので、普通にラーメンにしました。わがままボーイだぜ。おつまみセットは、煮卵、メンマにラー油かけ、チャーシューとネギです。アルコールが進むんだぜ。ラーメンは、魚介系の少しとろみがあるスープですが、あっさりしています。麺は細めのストレート麺です。具は、チャーシュー、メンマ、海苔、ネギだぜ。ネギは食感を残すために大きめなんだぜ。チャーシューも厚さ5ミリほどで、出しゃばっていない味になってます。いつものように、ひとしずくも残さずに飲み切りました。塩分なんて歩いていれば全部体外に排出されるんだぜ。いつもの、ニコニコ現金払いではないです。各種電子マネーが使えます。珍しくペイペイが使えないのは交換色なんだぜ。ID で払ってやりました。合計1450円だと思ったのですが、1400円でした。謎なんだぜ。営業時間は、11時30分から14時30分、18時00分から21時00分、材料がなくなり次第終了。年中無休、ラーメンスタンプラリーの対象店です。スマホで参加できて、全店舗制覇で抽選で1名様に車5名番がもらえるようです。これは電車マニアは参加せざる得ないんだぜ。クソ迷惑な取り鉄って奴らは参加しなくていいんだぜ。3個集めて200名様にオリジナル丼が当たります。吉野家の男塾丼みたいに、詐欺を働かないようにしてほしいぜ。それでは、アリーデベルチ。